はい、皆さんこんにちは、わたがしです。今回なんですけれども、ホールの癖は各店舗によって異なるということと、ホールの癖で、一番見るべきポイントということについてお話ししていきたいと思います。で、なぜね、このような動画をアップしようと思ったのかと言いますとですね、私の LINE アットの方で、前日へこんだ台、もしくは、マイナス1万発ぐらいの台は次の日に出ますかみたいな質問とか、逆にね、マイナス1万発の台は次の日もへこみますかみたいな感じとか、あと、綿貸しさんはどのように立ち回っていますか、僕も同じ立ち回り方をして貸したいです、みたいな、なんかそんな人がね、結構いらっしゃるからなんですね。はい。で、これに関してなんですけれども、タイトルにね、書いてある通り、ホールの癖はお店によってね、全然変わってきますので、自分自身で、コツコツとね、毎日分析して調べるしか方法がないです。じゃあね、なんでホールによって癖とか傾向が異なるのっていうことなんですけれども、これはね、当たり前なんですけれども、そもそもね、経営自体が各店舗全然違いますし、あとね、全部が全部同じやり方でやっていましたらですね、我々ユーザーが簡単に、パチンコで勝ってしまうからなんですね。はい、なので、まあ大変ではあるんですけれども、こういったね、部分を毎日続けられるかどうかで、パチンコで勝てる、勝てないっていうのはね、決まってくるんじゃないかなというふうに私は思います。はい、要は努力次第っていうことですよね。努力なしに勝負事で勝っていくことはほぼほぼ不可能です。はい、では次にですね、じゃあどうやってホールの癖を分析して何でまとめるのということについてお話ししていきたいと思います。はい、まあ普段からね、その私の動画を見てくださっている方だったらわかると思うんですけれども、この動画がね、初という方もいらっしゃるでしょうから、まあ一応ね、説明していきます。はい、ではまずですね、分析方法なんですけれども、分析方法は主に2つあります。で、1つ目は、私がね、最も推奨しているデータロボサイト7を使用して癖を調べる方法、もしくは、ホールが無料で提供しているアプリを使用する方法で、まあ、要はね、スマホを使って分析する方法が1つ目です。で、2つ目がですね、ホールにできるだけ通って、法則性を見つけたりだとか、あと釘のね、開き方締め方を見る方法ですね。はい、あの台上のデータランプを参考にするのはもちろんなんですけれども、大型のホールだとね、でっかいモニターみたいなのがあって、それで調べることがねできますので、そちらを利用して分析する方法というのが2つ目ですね。はい、じゃあ次にですね、何でまとめるのかっていうことなんですけれども、まあこれもね、毎回動画で言っている通り、基本的にはね、Excel にまとめてあげるっていうのが、まあ最もね、効率がいいんですね。はい。でも、Excel がね、ない方もいらっしゃるじゃないですか。じゃあね、それ以外にまとめるものはないんですかみたいな感じでね、質問もいただいたんですけれども、全然ね、Excel 以外でもその Google スプレッドシートにまとめてもいいですし、まあ時間効率はかなり悪くなるんですけれども、まあ紙にまとめてもいいです。まあ本当に時間効率悪いんですけれどもね。はい。まあとにかく何でもいいので、そのホールのデータっていうのを毎日どこかしらにまとめてですね、分析したり、統計を出すことですね。これが大切になってきます。はい。じゃあ次にですね、じゃあホールの癖で、どこに注目したらいいのか、一番注目すべきポイントですね、紹介したいと思うんですけれども、これに関してね、先に答えから言ってしまいますが、大当たりの時間帯ですね、はい、初当たりを引いた時間帯、これが最も重要となります。まあ、私のね、立ち回り方は、その、釘で立ち回っているような、ちょっと完全確率のようなね、感じの立ち回り方ではないので、そういった方がね、見たらどんな立ち回り方してんだよ、みたいな感じにね、思ってしまうかもしれないんですけれども、私の立ち回り方っていうのはですね、ホールの癖、それから台の挙動を見て立ち回るというやり方ですので、まあ、この時間帯ですね、大当たりを引いた時間帯がかなり肝になってくるわけなんですよ。はい。なので、まあ、そういった部分をね、しっかり、Excel とか、Google スプレッドシートにまとめてですね、まあ、要点をまとめて、見ていただきたいというふうに思います。まあ、時間帯からね、何をね連想することができるのか、こういったことも考えることが大切ですね。はい。まあ、法則性とかね、そういった初当たりを早く行くためには、まあ、この時間帯がね、かなり大切になってきますので、まあ、意識してみてください。まあね、今言ったこと結構ね、まあ大変なことなので、めんどくさくてやりたくないっていう人もいらっしゃると思うんですけれども、まあそういった方はですね、勝率はちょっと下がってしまうんですけれども、台の挙動のみの稼働でも収益をね、プラスにしている方が、私の LINE アットでは複数名いらっしゃるので、私のね、過去動画を参考にしていただいたり、私のね、LINE アットから直接連絡していただいて、相談していただければというふうに思います。はい。というわけで、今回の動画はかなり短いんですけれども、終わりにしたいと思います。あとですね、バージョンラインアット5000名突破しました。ありがとうございます。はい。これからもね、頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。
じゃあね、LINE の友達追加方法なんですけれども、画面のね、左下にある QR コードをスキャンしていただくか、または LINE アプリの ID 検索にて、@wata777 と入稿していただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクからアクセスをしていただくか、この3つのうちのどれかとなります。で、LINE アプリの ID 検索をする際は、先頭のアットマークを忘れずにつけるようにしてください。あと、この動画を気に入ってくれたらですね、グッドボタンと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。